北海道松前町沖で見つかった北朝鮮から他と見られる木造船に、朝鮮人民軍、書かれたプレートが取り付けられていた、とが分かり、警察は乗組員から話を聞い、軍との関わりなどについて調べることをしています。北海道松前町の沖合の無、松前小島では、先月28日、北朝鮮、北と見られる木造船が停泊し、3事業所を所有して経済活動を行っていて、各部隊などの傘下に所属する漁船が、餌料や海産物の売り上げで一定のノルマ化された上、漁に出ています。それでの漁船には所属先が表示されて、て、都都市石川県輪島市の沖合で見つかった造船の船体やプレートにも、ハンルで、朝鮮人民軍など土記されていました。漁獲量アップを指示していました船。特殊任務の可能性は低い。このプトについて、北朝鮮経済に詳しい韓日経済研究所の三村光弘主任研究員は、朝鮮では軍所属のプレートがついた船で逃げることは珍しくなく、乗組員も軍人はなく、一般の漁業者が大半とみられる。そもそも、こうした軍所属のプレートを